まあカントリーロードってこういう感じで吹くんですよね。すごい。まあ今日はまあ僕のリコーダーをマリアちゃんが吹くっていうデートだったんですけれども。そんなデートないから本当に別れちゃうから中高生そんなデートしちゃったら。ちょっといつものように今日のデートも点数つけてもらっていいですか？点数つけんの？ああ、そうですよね。普通デートしたわけですから。デートではなすぎたよ。点数をつけるのはやっぱりその、まあそこで、まあ、義務と言いますか、ね、皆さんもね、点数つけてると思いますけども、何点だったんですかね。点数つけないから、あいつ。でももう、面白かったです。ありがとうございます。受けるんだって人が抑えて、やっぱりりなちゃんはあれですよね、なんかちょっとこうまあベタなデートよりもまあちょっとこうなんかトリッキーなデートの方が気になる傾向がありますよね。意外性で、はい、意外だからよかった。ありがとうございます。良くないと思ったら、いやこれはちょっと高得点が期待できますよね。でもキモすぎたんで0点です。クソが。そうですよ、キモすぎるさ。そこまあね、おめでとうございます。もっと点数つけてもらえるように頑張ろう。